はい、ムです。こんにちは、どうもどうも。はい、今日はですね、ディズニーホテルの冬の限定メニューっていうのを紹介したいと思います。はい、来年のね、1月の6日から3月の31日まで、ディズニーホテル、ディズニーの3ホテルね、このランドホテル、アンバサダーホテル、ミラコスタと、この3つのホテルのレストランで、1月、2月、3月、冬季限定の新しいメニューっていうのは登場するので、今回それを紹介します。でね、ホテルのメニューかなんだっていう風に思った人いると思うんですけども、ちょっと待って、この動画閉じないでちょっと聞いてください。あのホテルのフードってね、まあ確かにね、まあディズニーとはいえね、ホテルフードかよってね、だから何ってね、関係ねえやんって思う方いるかもしれませんけども、今回はですね、これかなりこのディズニーランド、東京ディズニーランドと連動したというか、東京ディズニーランドにかなり寄り添ったメニューが登場しますので、はい、これ紹介したいと思います。これ結構いい感じですよ。ちょっと見ていてください。はい、こちらのディズニーメチャンネルではディズニーパークに関する様々な最新情報をお伝えしてますので、情報を取りこぼすことのないように、ぜひチャンネル登録の方お願いします。はい、それでは早速見ていきましょう。はい、ディズニー3ホテルで新メニューとは冒頭言いました。で、ランドホテルアンバサダーミラコってあるんですけども、実はですね、ランドホテルとミラコスターですね、パーク連動ではなくて、まあ普通にホテル単体で新しい冬の美味しいフードを提供しますよっていうリリースですので、ちょっとこれ端折ります、割愛します。で、アンバサダーホテルがこれちょっといいんですよ、見逃せないんですよ。ちょっといいですか、見ていきましょうね。はい、アンバサダー、シェフミッキー、エンパイアグリル、チクタクダイナー、ハビオンラウンジっていう風に4つのレストランがあります。いいですか？これいきますよ。まずシェフミね、こちら、シェフミはね、ビュッフェなんですけども、まず、ランチとディナーのビュッフェがですね、こちら、ウェルカムトゥーニュードリームスっていうことで、このランドのですね、新規開発エリア、の大規模開発エリアね、はい、これにちなんだメニューになる模様ですね。で、これクリックすると、ちょっとこれ写真がないんですよね。はい、写真がないんですけども、まあおそらくこの大規模開発エリアにちなんだ美女と野獣、ミニー、ベイマックス、フォレストシアター。はい、これにまつわるようなメニューがおそらく提供されると思われます。はい、ディナーもそうですね。で、ディナーもこれ、ちょっと写真がないんですけども、おそらくまあそういうメニューになると思われます。それで、これシェフミッキー見てください。昼夜関係なく、ほらこれ見て、ミニーのスタイルスタジオをモチーフにしたスペシャルドリンクが発売されます。このね、ミニーのワンピースのね、この赤に白いドットをイメージしたね、はい、このドリンク発売されますね。これ見ていきましょう。この白い模様をこれどうやって再現してんだろうね。ベースはね、ブラッドオレンジシロップとパッションフルーツシロップで、この白いのはストロベリーパウダーなのかな。はい、ミニーの服をイメージしてますよね。それで昼夜関係なく、シェフミでこのドリンクをオーダーした人はですね、いいですか、これ。なんと、このメニューを注文の方には、オリジナルコースタープレゼント。おー、見てください。これ、キーホルダーとかクリアファイルになってる、ビジュアルですよね。このコースターがもらえます。このミニーの立ち方がほんと可愛いんだよな。はい、僕が何度も言ってるこの S 字ポーズですよね。このおへそのあたりをグイッと突き出して、はい、この首をクイッとかしげた、このフォトジェニックのこのモデル立ちしたミニー、はい、そしてこのフィガロがね、ボックスの中からピョコッと顔を出してる、はい、おなじみの、はい、このビジュアル、このコースターがもらえます。なので、シェフミに行ったらですね、このドリンクは絶対注文ですね。ちょっとミニー好きはこれは見逃せませんね。こちらがシェフミッキーですね。あ、それで、キャラは出ません。はい、キャラはまだ出ませんので、はい、キャラが出ないシェフミですけども、シェフミすごい雰囲気良くて美味しいのでおすすめです。はい、これはね、ぜひ行きたい、行ってみたいと思います。はい、次、エンパイアグリルね。これクリックします。エンパイアグリル見てください、これ。はい、ランチがですね、これ、美女と野獣、魔法の物語よりっていうことで、これアトラクションをイメージした、これ、ランチなんですよね。これ、メニュー見ましょうか。クリックします。なんだこれ。うわ、これ手前デザートかな。ちょっとメニューね、細かく紹介をちょっと端折りますね。品数で言うと、1、2、3、4、5、6品ありますね。はい、5000円です。なんといってもこのデザートかな。はい、ラズベリーとライチのムース、ローズ風味のストロベリーソルベと。
この手前のお皿がそうだよね。はい、ちゃんとこれプレートにですね、エンチャンテッド・テール・オブ・ビューティー・アンド・ザ・ビースト、はい、魔法の物語の英訳のあのアトラクのね、あの入る時のロゴがこうやって入ってますよね。おお、これはいいね。これランチね。はい、こちらがディナーですね。ディナーも、はい、魔法の物語よりということで、あのアトラクをイメージした、はい、プレートディナーコースになります。12,000円。おお、やっぱちょっと高いね。はい、品数も多いね。1,2,3,4,5,6,7品あります。これ見て、このデザートかな、一番手前、野獣のイラストが入ってるよ。すごいな、これ。オレンジスフレチーズケーキとグリオットチェリーのパルフェグラス。なるほど、わからん。またエンパイアグリルすごいの出してきたな。それでですね、これ見てください。はい、こちらもね、ランチとディナーをオーダーすると、はい、このコースターついてきます。エンパイアグリルは美女と野獣のコースターではなくて、この大規模開発エリア全部まるっと、はい、ひとまとめにしたあのメインビジュアル、はい、このコースターがついてきますね。はい、こちらエンパイアグリルでディナーもしくはランチのコースをオーダーすると、こちらの、はい、コースターがもらえます。まあこれコースター関係なくね、これあの美女と野獣好きだったら、このランチディナーこれ食べたいですよね。はい、そしてこちら魔法の物語のスペシャルドリンク、これドリンクの上になんかバラが乗ってるね。これ見てみようか。これはあのバラをイメージしたドリンクってことだね。グリーンアップルシロップ、ローズヒップティーなどなどが入ってます。さすがにこのバラは食べれないだろうな。もしかしてこれをオーダーすると、おお、そうだ、あ、これをオーダーすると、はい、こちらの美女と野獣のこのコースターがもらえると。なので、あのランチかディナーのコースをオーダーして、さらにこのドリンクをオーダーするとコースター2枚もらえるってことだね。これ1300円ね。1月3日からです。はい、次、チックタックダイナー。はい、これも出るんですよ。いいですか、クリックします。はい、出た。まずこちら、ウェルカムトゥーニュードリームスペシャルセットと、はい、エビカツバーガータルタルソース。なに、エビカツ大好きなんでこれは気になるね。1650円ね。これはなんかもらえるのかな。あ、これは特に何ももらえないね。はい、特にノベルティやスーベニアはついてきませんね。はい、これがチックタックダイナーのスペシャルセットね。あ、これこれこれ見て、スペシャルブレッドパンですね。こちらのね、魔法の物語をイメージした、このポット夫人イメージしたパンが発売されます。これクリックしましょう。ティークリームブレッド、まあクリームパンだね。1000円か。これ大きさわからないね。どれぐらいなんだろうな。怖いなこれ。はい、こちらも、ね、予約可能ですね。これも特にノベルティとかないですね。はい、これはもうパンだけですね。1000円ね。はい、そしてこちらもね、あの魔法の物語イメージしたドリンク、650円。チクタクダイナーはね、カジュアルなサンドイッチ屋さんなので若干安いですね。これは何だろう、黄色いからベルのドレスをイメージしてるのかな。あ、カルピスベースなんだね。あ、これは飲みやすそうだな。チクタクダイナーも特にこれノベルティないですね。これのドリンクだけで終わりですね。なので整理すると、チクタクダイナーは特にノベルティなどはありませんね。はい、そしてハイピーのラウンジ、ハイピー行きます。ハイピーはどうだ。おー、来た来た、見てこれ、ファンタジーランドフォレストシアターをイメージしたこちらのデザートスイーツですね。これはすごい。1800円。ちょっとクリックします。はい、まあね、フォレストシアターまだオープンしてないんだけどもね、まあちょっと先行でっていうことで、こちらフォレストシアターイメージしたケーキですね。レモン風味のホワイトチョコレートムース、コーヒーまたは紅茶、1800円ね。はい、こちらも要予約です。これ見て、このトーン記号のチョコレートがあって、これあとはこれ8分音符かな、8分音符にミッキーがまたがってますね。おー、ちょっとこれは、でこの8分音符の、ね、オタマジャクションの玉のところが、これあのレモン風味のホワイトチョコムースになってんだ。これはなかなかフォトジェニックだね。これをオーダーすると、あー、おおだ、これコースターだ。おお、うん、このメインビジュアルのこのトーン記号とこの8分音符、はい、これをまんまデザートで表してるので、これはパティシエさん頑張ったね。すごい再現度だ。これはいい。食べるのもったいないな。はい、1800円ね。これ予約大変なんだよね。ハイピロンラウンジを予約が本当に大変。結局クリスマスもこれ予約できませんでした。くっそー。これは頑張りたい。はい、あとこれスペシャルドリンクも出ます。これもはやパフェだよね。
ハイピのドリンクっていつもこの生クリームてんこ盛りでもうパフェっぽいんだもんな。すっごい。これクリックしてみようか。よいしょ。はい、フォレストシアタースペシャルドリンク、オレンジムース、ガリス、ブルーシロップなどなど。これはミッキーのジャケットをイメージしてるのかなね。あのイラストもね、緑と青を基調としてるからね。いや、これはもう半分パフェ。それでこれは、あ、特にノベルティなどおまけはないですね。はい、これはこんだけですね。これね、ケーキとドリンクセットって結構これ重たいんだよね。いやー、でもこれはやっぱコンプしたいね。はい、こちら1300円ね。はい、以上アンバサダーホテルのランドの大規模開発エリアをイメージしたメニューの紹介でした。まあさっきも言いましたけど、ランドホテルとミラコスタに関しては、まあ普通に冬のメニューが提供されますっていうことなんで、まあちょっと紹介割愛します。はい、こちらいかがでしたか。これね、ホテルのフードってね、モチーフとか言ってもさ、結局なんかただのね、薪を配ってはい終わり、そんだけでしょって、まあ、思う方いるかもしれませんけども、やっぱり今ですね、ランドもシーも制限してなかなかね、チケットも買えなくて入れないし、で年間パスポートもなくなって都度チケット購入で、でインパークね、皆さんしてますから、やっぱ結構高いしバカにならないですよね。まあこれ仮にね、月に1回行くとしても、やっぱ行くたびに8000円かかりますから、やっぱこれお金バカにならないですよね。でそんな中ですね、このアンバサダーホテル、ホテルは普通に行けますので、ホテルでこのパークの気分が味わえるっていうのはね、やっぱこれはある意味コスパがいいと思いますので、まあね、エンパイラビルとかちょっと高いんですけども、他のね、このハイピリオンラウンジとか、あとチェフミとかでしたらね、まあそんなにしませんので、なのでこれインパークしなくてもこのディズニーパークの気分を味わえるっていう点ではね、なかなかこのホテルはね、侮れませんので、ね、あとおまけもやってもらえますので、これ皆さんもしよかったら行ってみてください。はい、これ僕も頑張ってなんとかね、コースターコンプリートしたいと思います。はい、以上アンバサダーホテルのこの冬限定メニューの紹介でした。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。